始まるよ。始まるよ。始ま。あれ入ってるこれ。入ってる。そんななんか神妙な感じ。始まるよ。始まる。始まる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 。始まったー。今日はですね、スバルの小屋に、ついに、あの人が登場だー。白金ノエルさん。音は大丈夫のはずです。はいよ、こんにちは。はい、こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。今日はお久しぶりですね、ノエルさん。いや、お久しぶりです。実はね、スバルとね、ノエちゃんはね、もうさっきね、ピザ食べてね、そう、ちょっと眠いんだよね。ちょっとスパイクがね、スパイクが来てる。ちょ来てるんすけども。まあでも今日はね、ちょっとノエちゃんにいろんなことを聞いていきたいなと思うんですけれども。はい、お邪魔します。ノエちゃん元気だった？え、元気か元気じゃないかって言われたら元気ではないよ。え、なんかね、いろんな疲れが積み重なってきちゃった。そうなの、うん、来てくれてありがとうね。でももうすでに元気がもうなんか言ってたよね。そう、なんかね、もう入った瞬間に元気をもらってるスバちゃんに。なんか今日覇気がなくて、うん、ノエちゃん大丈夫って言ったら自分の覇気の強さに見えたもん。もう覇王色バーン弾け飛んだもんね。いや、いやことでね、ありがとう。お互いのね、第一印象、そしてね、今の印象をね、ちょっと語っていきたいと思います。これ恒例ですね。なるほど。じゃあ、ノエちゃんからどうぞ。いいですか？まあ、第一印象は、ホロライブ入る前に切り抜き見て、マイクラのトロッコで、はいはいはい、なんかマグマに突っ込んでくみたいな。覚えてる？覚えてる？いや、覚えてるっていうか、それが日常すぎて、毎回そんな感じで、なんか苗落ちしてたから。どの回だったかなみたいな。だから面白い人がいるんだなみたいな。で、実際入ってみても面白いなっていう。おお、そうそうそう、イメージでしたな。うんうんうん。スバルはね、え、可愛い女だって思って。しかも今腕組みしてるからね。え、な、可愛い、なんかおっぺのでけえ女だと思って。いや、もう今の印象はもう推しでしかない。これなんで推しになったんだっけ？ライブ、そう、団長見まして、うんうんうん、そこからもう、なんか一気にね、メーターバーンってなったんよ。うん。あ、もう、あ、好きってなって、うん、そう、3周年ライブ。で、うん、そこからもずっとグッズも集めてるし。なんなら今もね、変わらず。緊張しておるって感じですよ、この距離。ほんとに？でもなんかさ、なんか去年やばかったじゃん。あ、まあまあまあ、なんか最初はね、ちょっとやばかったけど、今、まあ、まあ、慣れてきたよね。慣れてきた。スバちゃんはどうですか、今の印象は、団長の。え、途中、なんか待って、関係性が、その、ギクシャクした時期があって、なんか、わかる。どうしようみたいな。目が合わないみたいなね。え、そう、なんか家に来たものの、ノエルがマジで目を合わせてくれないみたいな。ノエちゃん、ちょっと前まで一緒にご飯とか行ってたやんみたいな。どうなっちゃうんだろうって思ったんだけど、まあいろいろ得て戻ってきたのかな。確かにね。え、でも最近コラーゲン見たけどね。それは許してもらえる。いや、全然許すけど、あれに関してはさ、もう運営が面白がってるだろ、あれは。確かに楽しんでるまであるな。楽しんでるんでね。だからスバルは今、なんかスバルのことすごい好きでいてくれる友達みたいな感じですね。はい、そうです。本当に団長も推しであり、もう大先輩、お尊敬できる先輩って感じです。すげえ、いい関係性だ。いい関係性や。ノエちゃん、なんか最近元気ないと。うん、でないない。相談乗ってあげてくれてめっちゃ来てたんよ。あ、なるほど。何に悩んでるんだい。でもスバちゃんにね、一番聞きたいというか。なになに？やっぱね、スバちゃんって、RPG とか実況うめえじゃないですか。いやいや、実況うまい時間なんかとかマジで思ってない。そうなの？うん。いやでもね、団長最近、瞑想してて、自分の実況って、なんか良くも悪くも眠くなるって言われるんですよ。おー。そう、なんかまったり。で、団長も、パッションが欲しいなと。あ、パッション。そう、だから龍が如く、極みやったんですけど、あ、やってたね。うまくいかなかった。なんかゲームってどうやって楽しんでたっけみたいな。そう、なっちゃ
ったそれがもうリアクションが鬼なんだほらみたいな感じだったってこと？いやね、それちょっとスバちゃんに言ったらちょっと、うん、いや、怒ってほしい、全然怒ってほしいんだけど、うん、龍が如くってさ、うんうんうん、まあヤーさんの物語じゃないですか。まあそうね、まあ極道のね、うん、だから団長もヤーさんになろうと思って、うん、ヤーさんの物語だけどヤーさんになるのなんかマインドね、マインドがね、まあ、桐生一馬が主人公だからね。あ、そうそうそう、うん、だからモブに死ねって言ってみたい。え、どういうこと？お前が喧嘩売ってくるじゃん。売ってくると売ってきて、俺こいつうるせえな死ねってしたらもうみんなからも怖いって言われちゃって、そうか、良くなかったんだなって怒られちゃって、悲しみ太郎だったんだ悲しみ太郎。でもノエちゃん、どんなボブキャラにもファンはいるの死ねはやだからまあ言ってもいいけど、そうなの、いるって思ってやった方がいいからなるほど、こいつあんまり好きじゃねえなって思ったとしても、うんうん、やだなっていう、まあ死ねばよくなるかもやっぱそうだよね。スバルはね、ノエちゃん、はい、団員様ね、うん、ゲームをありのままに楽しんでるノエちゃんが好きなの。そうなの？そう、だから、うん、ノエちゃんが味付けする必要がないというか。なるほど。そう、もうゲームをただただ楽しめばいいんだよ、ノエちゃん。ノエちゃんが万が一自分面白くないかもって思ってても、うん、ゲームはおもろいから、うん、そうだね、もうノエちゃんはその100点満点で面白いのを、うん、団員さんとノエちゃんの乗り方で乗ればいいから今までだよね団員さんって言ったのに、おい死ねーって言ってたびっくりしたじゃん団員。 ASMR でね、うん、癒されてきたのに、うん、なんかびっくりしちゃいました。自分じゃなかったなと。ノエちゃんは面白いし可愛いし癒せるっていうのも最強の武器を持ってるんだから、だから大丈夫、暑いよねちょっと汗かいてきた、ごめん。のえちゃんもっと自分に自信持って、可愛いしさ、おっぺもできるしさ、それでさゲームおもろいって思えたらもう満点じゃん。そっか、そうだよ、のえちゃんにはね、のえちゃんにしかない魅力があるんだから。ありがとうスバちゃん。だからあの死ねとか言わない方がいいよもう誓って言いません。あ、そう、誓ってね、うん、誓って言わない。悩んでたことが解決しやした。ほんと？お互いに着てほしい服、あ、スバルね、着てほしいものある。え、何？ちょっと髪の毛長くして、うんうんうん、でここでこうやって分けて、うんうんうん、で普通のこうぴったりしたスーツ着てほしい。これのもっと黒くて、もうなんかそのかっこいい系のスーツ着てほしい。じゃあスーツということで、え、パンツスタイル？スカートは？めっちゃそれはね、悩ましいところだよね、それは。悩ましい。それはちょっとね、うんうん、まあ諸説ありすぎるというかまあやっぱ差分で欲しいかな、そこはっていう感じだよね。あー、なるほどね。え、でもスバちゃんに着てほしいのさ、なんかあるよ。何？ポルカとちょいかぶりするかもしれんけど、うん、そう、メイドスポーティーみたいな、ジャージメイドだ。あ、ジャージメイドの、うん、スバちゃんにはぜひへそが出てるタイプを後からね、後から見せるわ、後からちょっとこれ着てほしいっていうのがあるから、うん、そう、見せます。え、じゃあバニーもいいんだけどね悩む、ちょっと妄想がめちゃめちゃ悩む、めっちゃ一人でこっちゃいそう、いやー、いや、スバちゃんはなんか正直鈍感だから気づいてないかもしれない。何、ね、急に待って、急にさ目線合わさずにさマイク持ってさいやでも、うん、スバちゃんって普段やっぱボーイッシュな感じやん、うん、でギャップでやっぱね、こうロングのさ可愛いのが好きとか、はいはいはい、ギャップいいなと思うけど、うん、でも団長がプロデュースするんやったらまた戻ってきてボーイッシュ路線を3回突き進むかなっていう。あ、そうなんだ。そう、ボーイッシュ派なんだ。そうなの。嬉しい、嬉しいの。で最近ね、やっぱりね、うん、もうメスバルが人気を欲しすぎてボーイッシュをね、うん、好きっていう人たちがね、うんうん、こうちょっとね苦しそうだったからね。いやもうでもね、分かるよ気持ち。まあ団長どっちも好きだけど、うん、やっぱね、やっぱスバちゃんはへそだと思うんだよな。いいよやっぱ引き締まったへそ。いいよ引き締まったへそ
有識者来てますって最初はさ、なんかみたいな、つば友だったんだけど、今やさ、もう講演会のさ代表東洋も語らせていただきますよなるほどね、えい、まあ、ここまでね、語ってもらえる、はい、ノエルさんなんですが、はい、ズバリね、自分の推しポイントどこだと思いますか。自分の推しポイント、うん、自分の好きなところ、お互い好きなところを5個ずつ言ってくれみたいな結構あったんよ。そうなの。ないよ、自分の好きなところ。じゃあスバルが10個言うね。いや、頑張ります、言います、言います。うん、エダンチュリップ大胸筋のほくろ、うん、そう、これポイント、うん、ASMR がね、やっぱみんな寝れるというところ、うん、あと銀髪、サラサラ銀髪、うん、あと、あれだね、緑の瞳、うん、あとっぺがでけえとこ。のえちゃん、つばるがじゃあ続けてここ言うね、うん、のえちゃんの好きなところは、はい、みんなにめっちゃ優しいし、ホロメンもみんなのえちゃん優しいよねって言うぐらい優しいところ、うん、あと一緒にいるとなんか気を使って周りをめっちゃ見てくれるところ、あとめっちゃ真面目なところ、うん、でも繊細なところそこ入るんだ。あと動きが面白いところみんなのえちゃんのこと大好きなんだよ。ありがとう。スバちゃん、自分自身は声がでけえところ、元気なところ、最近いっぱいものが食べれるようになってきたところ、素晴らしい、前向きなところ、カレー食べたら元気になるところ。スバちゃんも男女ありますよ。まず、太陽みたいにね、周りを元気にする、おー、太陽みたいな、太陽少女、うん、で、スバちゃん声が大きいところ、ここはね大事、何事も全力で楽しんでるところ、まあ、かわいいところ、うん、やった、かわいい、そうで、あとはダンスもうまい、わーい、元気になってきた、なってきた。のえちゃん、同担拒否なのって結構来てたんだけど、どうなんですか。いや、これさ、団長もよく言われるんよ。あ、そうなんだ。例えばなんだけど、ほら、スバルーナあるじゃないですか。はいはい。団長どう思ってんのみたいなのとか。はい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 。来るんですけど、これはね、何回も言ってるけど、団長は、うん、むしろスバちゃんが、うん、やっぱ、もうね、頂点であり、トップであり、もう太陽なの。だから、で、その、そうだね、気まずい気まずい。そんな真顔でさ、スバちゃんが頂点であり、トップであり、太陽って。だから、うん、同担拒否とかしてたら、はいはい。何十億、何百億も、でも、ほんとバトルしなきゃいけないから、はいはいはい。そう、みんな仲良くね、やっぱ推し活したいし、うんうんうん、あと、ホロメン内でも、男女そのスバルーナ、好きなのよ。うん。でも、団員さんから言われるから、うん。え、もしかしたら団長、同担拒否気味、え、ある？待って、さっきはね、スバちゃんが、ちょ、てっぺんで、頂上で太陽って言ったのに、え、でももしかして、わ、私同担拒否みたいな。いや、ないないない、冗談でないです。でも、ないない、かも、でもわかるよ、その、独占したいみたいな気持ちは。え、それこそ、え、これ話していいかわからんけど、まあちょっと、全然いいよ。あの、スバちゃんが最近さ、お嫁さんにしたいみたいな、なんかね、あったでしょ。あ、いろはね。そうそうそう。でも、団長はあくまでも推しなんよ、スバちゃんは。うんうん、だから、全然そんなの気にしない。好き。いろははね、その、スバルが結婚したいとかじゃなくて、本当に、結婚したらいいお嫁さんになるだろうなっていう。なるほどね。だし、スバルはそのノエルにも持ってるよ。あ、本当？ノエルもなんか結婚したらすごい穏やかで、うんうん、すごい気遣い上手な素敵な奥さんになるんだろうなって思ってるよ。思ってる？本当？うん。じゃあ A か。じゃあ A か。今の空気について一言。え、でも男女的には、うん、やっぱスバちゃんとこんぐらいやっぱね、打ち解けられるようになってよかったなっていう。うん。本当にやばかったもんね。やばかったよ、だってえ、まず目が合わなくて喋れないみたいな、うんうんうん、で、あ、みたいな。団長もさ、やっぱスバちゃんのことは推しでもあるけど、うん、やっぱさ、仲良くしたいさ、うん、先輩でもあるわけだから、うんうんうん、え、どうしていけばいいんだと思ってたけど、やっぱソセレのおかげよな。やっぱねあのソセレガチだったもんな。そう、だからそれから
やっぱね、今こうやってこの空気があること、うん、感謝ですみんな今すぐソーセージレジェンドをやるんだぜ。やれー、ほんとに。だから今握手とかしても平気だもんね。でも全然平気。でもね、めっちゃ汗かいてる。汗やばいよえ、でもソセレのやつさ、ちゃんと嬉しくてね、プリントアウトしてね、ノートに貼ったってはい、じゃあまたソセレしようね。ね、やろう。続いてのコーナー、こちらでーす。スマイルのごきげんよう。イエーイ。これは何かというとですね、このルーレットを回して出たお題に沿ってね、テーマをこなしていくというやつなんですけれども、うん、なえちゃんはね、こういうの得意かなと思いますんで。得意とかあるの？なんかもう無茶ぶり得意なイメージある。あ、そういうことか。何が出るかな、何が出るかな、だだ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 ん。おっとー、ねー、これどうすればいい。どうしたもうその日はね、もう仕事も何もかも休む。気になっても君の味方だ。告知とかありますか、ノエル。団長の推しが2月25にライブするんで。今週はノエちゃんとのコラボもあった。なんかピザも食べたし、その後もいっぱい話して楽しかったんですけど、何が一番びっくりしたって、スバルの家って結構迷いやすいのね。え、ここどこみたいになってるホロメン多いの。そう、千人の家だから。でもノエちゃんさすがで、インターホン聞こえたなと思った時には全てのセキュリティをクリアして、もう普通に玄関の前にいてびっくりしたよねもういきなり玄関まで来れたのみたいな。普通にびっくりした。いやでも助かった。あのあと結構遅くまでいっぱい話したりとかして、すごい楽しかったぞ。また遊びに行きたい。その気になれば部屋まで行けた。それは持ってるだろ。それえ、合鍵さ、いやスバルね、合鍵をメンバーに渡そうかなって思ってた時があって、ただ鍵が普通に足んなくてやめたんだよね。トアのさ、猫預かったりとかするじゃん。だったらもうこれ鍵渡しといた方がよくねみたいな。まあ作るのはさ、ちょっとさ、めんどくさいやん。なんかね、スバルの小屋でさ、ルーレットあるじゃんか。そのスバルの小屋のルーレットが、そう、尺いっぱいまで、そう、ルーレットさせてもらったんだけど、そう、当たりが出てさ、その、沖縄に行った時のさ、お土産とか、そう、ハンドクリームとかもらってさ、いや、男女ホクホク、あとトップシークレットのものとか、もらって、いや、3つもらったんよ。本当に嬉しい。ハンドクリームも早速使ったし、なんかね、すごいいい匂いだった。これ、スバちゃんも使ってんのかなって、コラーゲンに、コラーゲンに塗りつけてんのかなって感じながら、スンってして、沖縄のね、お土産も、もう半分食べちゃった。この半分を食べちまったら、悲しくて泣いちゃうから、ちょっと大事に大事に、取っていこうなという。夜までね、お話聞いてもらって、主にね、団長のお話を聞いて。で、スバちゃんもさ、優しいんだよ、本当にスバちゃん優しくてさ、いやーでもスバルもさーとか言ってね、スバちゃんさ、もう自分のね、大変だった話とか、こう、失敗談とかも、体当たりでさ、いろいろと話してくれるわけ。で、団長はそのたんびに心の中でね、そんなことない、スバちゃんは、スバちゃんはそんなことない、神なんだーって言ってくる。スバちゃんが自分のね、その失敗談みたいなのを話すために、いや、それは可愛い次元だよーって言って。やっぱ会話の中でさ、いや、そんなことないとか、いろいろ話すと厄介になっちゃうんで、まあ、心の中に団長は、え、そうなんだ、みたいな、スバちゃんみたいな感じで言ってたけど、内心では、いや、違ういやー、ハッピーだったね。スバちゃーん、5周年ライブ開催おめでとうございます。うおー、うわー、楽しみ楽しみ楽しみ、5周年ライブ始ま